はい、どうも、ゆっきーです。今日紹介するのはこちらです。ダビドフのクラシック。だっけ？あ、ダビドフクラシック。これ吸ったことないんですよ。ダビドフシリーズはですね、一回も吸ったことなくって、というよりそもそも売ってなくてですね。今日やっと買いました。値段が470円で、タールが10ミリ、ニコチンが 0.8 ミリのタバコです。これどんな味するんかなぁ。それで、おぉ、かっけぇ、なんかかっけぇ。ダビドフはね、高級タバコなんですよね。1200円のバージョンもあるんでね、ダビドフ、なんとかかんとかってですね、名前忘れてる。じゃあ、吸っていきましょう。おぉ。こんな感じ。デザインがなんか書いてある。描かれてる。じゃあ吸ってきまーす。ちょっとラークっぽいか。ラークっぽいな。ちょっとチョコレートっぽいな。チョコレートっつうか、なんか、その、ラークっぽい。ラークっぽいな。うん。ラークっぽい。あと、うん。ラークやん。あと、JPS の香りもするね。若干。なんか最近あれだな。JPS の香りのするやつ多いな。ラークと JPS を足して2で割ったような味するわ。香り？うん。香りやね。で、ダビドフはですね、マグナムってやつが1200円するんですよ。ダビドフマグナム。これもちょっと買いたかったんですが、買わなかったです。買わなかった。1200円なんで。まあ、ちょっと高えなと思って。で、ダビドフ、マグナムは、特徴としてすげえ太いらしい。太巻きタバコらしいです。まあ、いわゆる、ホープ的な感じなのかな。ホープもあれ太巻きっぽいよね。ちょっと太いよね。ホープ太かったような気がするんやけど、気のせいやったかな。でもこれ、ダビドフクラシ、あ、違う、ダビドフマグナムは、あれだよね。パッケージ箱だよね。普通のね。カンカンとかじゃない。うん、ちょっとそれが残念やけど、まあ、1200円か。あ、でもうまいな。あ、でもうまいな、やっぱちょっと JPS の香りすんな、これ。この JPS の香り大好きやねん、俺。アルミ系のね、こうトレジャラブラックみたいに、こういう、ね、アルミ製のやつだったら、欲しいんですけど、ちょっと買ってみたい気もするね。ダビドフ、マグナムか。今度行った時買ってこようかな。せやね。ラークと JPS 混ぜたような味するわ。
あ、美味しい。これは美味しいな、結構。結構美味しい、これは。正直、トレジャーライがうまいな。あー、これ美味しいわ。結構うまい。結構美味しいわ、これは。結構美味しい。トレジャーライが個人的にはうまい。トレジャーラーはまあ。ショートホープって、確か太巻きやった気すんやけど、違ったっけな。なんか見た感じちょっと太い気はしたんですよね。ホープね。ホープ若干太いんちゃうかな、あれな。まあ、噂だとあれよか太いらしいという話は聞いたんだけど。どうなんでしょう。まあ、今度買ってきます。ついでに明日ちょっと上野行く予定があるんで、それのついでに新宿行って買ってこようかな。クラシックとあと、トレジャラーのメンソールと、あと、なんか、なんだっけ、なんとかブラックってやつ。ラグジュアリーブラックか。あれも買ってこようかな。と思います。これうまいな。これはあれやぞ。ラーク島の人が結構好きそうやな。ラーク島の人と。ほのかに JPS 校。まあでもトレジャラーに比べると、その JPS 校が強い。で、ちょっと辛い。ちょっと辛いな。うん。うん、ちょっと辛めです。これはちょっと、あれ、辛いぞ。ちょっと辛め。これ四つ星です。ご視聴ありがとうございました。